日本の普通切手では、日本で発行された普通切手について記述する。郵便料金の納付を主目的とする切手であり、郵便局、郵便切手類販売所では、多数の額面の普通切手を在庫している。日本最初の切手である、流切手も、普通切手であった。国家元首の肖像を意象とすることの多い、世界的傾向とは異なり、 天皇の肖像を衣装としたことはないが、天皇の身代わりとして明治から昭和にかけての広角普通切手の衣装に、神宮皇后の肖像が採用されたことはある。これには、明治天皇の意向が反映されていると言われている。明治初期に紙幣と切手製造の基礎を構築した、イタリア人技術者、エドアルド・キヨスソーネは、日本も紙幣や切手に、 国家元首の肖像を使うのが妥当であるとしていた。しかし、明治天皇が、生来の写真嫌いで拒否されたという、天皇が神格化されたこともあって、天皇を切手の衣装とするのは、タブーとされるようになった。以降、日本では、記念、特殊切手も含めて在位中の天皇が切手の衣装になったことはない。明治から昭和初期にかけては、商標的な衣装となっていたが、 それ以降は徐々に具体的なモチーフを衣装とすることが多くなった。第二次世界大戦中には、低身省も、戦意公用の一翼を担い、大東亜共栄圏の地図や、戦闘機、少年航空兵、靖国神社など国家主義的、軍国主義的な装となった。戦後は一転して、産業、風景、動植物、文化財を衣装とするようになった。 このような事情を踏まえた切手収集家による分類方法が確立している。なお、昭和、平成といった言語名が含まれるシリーズ名があるが、改元は普通切手のシリーズ変更と直接の関係はないため、普通切手シリーズの発売期間は必ずしも時代ごとの区分と一致しない。現在、郵便事業を担う日本郵便の発行する普通切手のテーマは、 日本の自然であり、日本国内に生息する鳥類や花や昆虫を衣装としている。日本有種協会が手掛ける日本切手カタログには、平成切手というシリーズ名称で収録されており、切手収集家の間でも使用されている。新古板十銭切手菊一銭切手流分切手1871年日本、最初の切手通貨制度が江戸時代と同じだったため学面が、 分表示。目打ちがなく、裏面に糊もついていなかった。流線切手1872年通過制度近代化により、額面が1表示となる。初めて目打ちが入れられたのも、この切手からである。桜切手1872年から1876年、四隅に大貨をあしらっていたことに由来する名称。途中から、在庫管理のため、陰面に金が加えられた。 また、民間の印刷会社である、松田印刷が印刷を担ったシリーズも存在する。金を含め、数多くのバリエーションがあり、日本切手の収集家の人気が最も高いシリーズである。この切手の途中から、政府のみが切手の印刷を行うようになる。このシリーズから切手に、切下文章を表示するようになった。取って年、外国郵便開業に伴い、 外国郵便料金に合わせて発行。小判切手1876年から1892年、清掃音が指導した電原法とパン印刷による最初の切手。名称は小判のような印面のデザインに由来する。1883年に3色が変更され、新たな額面が加わる。このため、収集家はこれ以前の切手を旧小判、以後を新小判と呼ぶ。 このシリーズから国名表記として大日本帝国郵便と印刷されるようになる。菊切手1899年から1908年切手の中央に菊の拷問章が大きく入ったデザイン。1913年に偽造事件が起こる。旧校学切手1908年から1914年、主に電信、電話料金納入を意図し発行された切手。 清須総理のデザインを参考に、神宮皇后を図案とした。5円10円の2種類がある。1914年に印刷用紙の変更を行っている。田沢切手左から五輪7000、50銭、富士鹿20銭、切手震災切手、振興学切手、風景切手は、国名表記が日本郵便に変更された。田沢切手1913年の1937年日本で、 初めて切手図案の公募が行われ、低身将棋館であった田沢雅子とのデザインが採用されたためこの名がある。当時世界的に流行していたアールヌーボー町のデザインであった。またデザインは低学面用、中学面用、高学面用の3種類があった。当初は透かしのない白紙に印刷されていたが、同年、引く切手の偽造事件が発生したため、偽造防止の目的で、 透かしの入った毛紙に用紙が切り替えられた。毛紙とは着色繊維がすき入れられた印刷用紙である。また、1926年、新型印刷機の導入により、印面寸法が変更された。昭和申し切手は、切り替えで生じた切手の続称である。昭和切手が発行開始された1937年になっても、一部の切手は当時使用されていた。 切手用の用紙に切り替え、印刷を続けていた。収集家は、これを、昭和白紙切手と呼ぶ。富士鹿切手1922年から1937年、国際郵便用の切手、富士山と鹿がデザインされている。田沢切手と同様の変化を見せた。震災切手1923年、関東大震災で、切手印刷工場が被災。 普通切手の在庫や実用版が消失したため、応急措置的に大阪の民間印刷会社で製造した切手。復興が進むと東京でも印刷が行われた。無目打ちで印刷も粗末である。新工学切手1924年から1937年、関東大震災による旧工学切手原版消失に伴い新たに作成された。のデザインは 考古学的交渉を、神、より、日本人的な顔立ちになった。風景切手1926年から1937年、国際郵便用の切手、富士山、日光東照宮用名門、名古屋城がデザインされている。田沢切手と同様の変化を見せた。昭和切手1937年から1946年日本国内の風景や神社仏閣、人物、 産業設備等をテーマにしたシリーズ。当初から様々なテーマが盛り込まれ、印刷方式も黄斑と突藩が入り混じり、統一性を欠いていた。戦争末期には、より簡単な平藩印刷が導入された。国名表記は、再び、大日本帝国郵便に戻されている。第一次、昭和切って百三十七年から百四十四年に本各地の風景と、 神社仏閣がデザインの中心。ただし、基本料金は、ま木玄介と東郷平八郎の肖像。前述の通り、これらの切手のうち、軍国主義的あるいは神道等の象徴に関係するものとされた切手は、昭和22年定信奨励第24号により無効となった。敵国幸福十銭切手第二次。 昭和切手1942年から1946年日米海戦により、戦時色が濃くなり、戦意公用的な図案が増える。第三次、昭和切手1945年から1946年物資欠乏のため印刷が、粗雑化、目打ちも省かれる。戦争末期の混乱ゆえ、ほとんどの切手が戦争後に発行されたほか、発行の告示も後追いとなった。 新章は切って第一次新章は切って1946年の1947年、戦後の混乱のため、粗雑な印刷が続く。図案は、絵画や風景など平和的なものとなり、切手の国名表示も再び、日本郵便となる。第二次新章は切って1946年の1948年目打ちが、ようやく復活する。 第三次新商は切手1948年菊花紋章がなくなる。産業図案切手1948年から1949年、農業や工業など産業に従事する労働者を描く。昭和透かしなし切手1951年から1952年、産業図案切手や新商は切手の一部が印刷用紙切り替えに伴い、透かしのない用紙に印刷される。 動植物国宝図案切手国宝や植物などが登場した。1952年に線表示が廃止され、第2次動植物国宝図案切手以後は学面表記が円単位になる。あとの新動植物国宝図案切手も含め料金改定のたびに発行されたためデザインに統一性が少ない。ただし最低額の一円は郵便制度の父、前島ひそか、 低額面は動物と植物、高額面は仏像などの国宝という慣修があった。振動植物、国宝図案切って番国郵便連合の規則により、日本のローマ字国名表記が入るようになった。1980年シリーズから、軽示用、長字用、電子郵便用が発行された。日本の自然。 平成切って1992年から20年年年年年年2012年2002年2007年2009年2010年2011年2012年日本の自然新シリーズ2014年から2014年2015年2017年2019年第二次世界大戦後は皇族が記念切手の衣装となった例はありその中には天皇即位前の皇族も含まれるまた 日本国外では在位中の天皇が切手の衣装になった例が見られる。有種1994年5月号にてシリーズ名称を公募し、同志1994年7月号13ページにて発表された。別の代表的な日本切手カタログである日本切手カタログではこの名称は使用されていない。ありがとうございます。